ウィークとメガネスの生配信番組、今夜もブレイクを今日も元気に生配信30分間行っていきますよ。よろしくお願いします。シェル君、あれ番組タイトルこっちの方がいいかも。お、言えない。ほんまやね、ほんまやで。シェルにかかるで、そしたらね難しいね。ありがとうございます、ね。今日も30分間元気よくお届けしていきますので、ぜひ皆さんね、コメント欄でおかっぱみきとメガネズに絡んでください。お願いします。よろしくお願いします。そのコメントをね、私が読ませていただきまして、でそれでね、進行を変えていこうかと思いますので、はい、こうするじゃん。こうする。こうすればいいんじゃない。もうちょっとこっち、もうちょっと、そう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 、やっと位置が決まる。オッケーオッケー、これでいいんじゃない。オッケー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 。さあ今日もね、元気よくお届けしていきますので、はい、ぜひコメント欄で、ね、皆さんに言わせてくださいね。よろしくお願いします。この番組では歌ってみてほしいカバーソングの、はい、リクエストも受付しております。コメント欄に曲名とアーティスト名を書いてくださいね。シェル君が弾ける曲であれば、採用されますので、よろしくお願いします。さあ今日で、ね、早速コメントいただいてますよ、はい、山田さん、山田さん、ほらスイーツ弁理士の、はい、山田さん、久しぶり、久しぶり、長い眠りから覚めましたって何、どんくらいぶりだろうね、見てくれんのね。久しぶりです ね。そして市川さんもこんばんは、コメントありがとうございます。前髪直しながら配信していこうかと思います。なんかさ、おかっぱってね、シェル君、前髪結構重要じゃない、おかっぱって。前髪重要だね。でしょでしょ、うん、常にね、配信の時はね、この櫛がね、この手元に置いてあるんですよ。前髪があるとさ、メイクも変わるよね、うん。確かにね、女性とか特にそうですけど、ね、前髪あるなしで全然表情違います、顔もね。男性もね、こうやって前髪がちょっとある感じと。シェル君、前髪あった方がいいんじゃない？ない感じと。あった方がいいよ。前髪作っていきます。皆さん、シェル君は前髪あった方がいいですか、ない方がいいですか、ぜひコメント欄に書いてくださいね。そしてシェル君、今日鳥どうしたの？鳥は羽ばたきましたね。え、ないの？なくれたの？あったじゃん、あったじゃん、もう勢力取り付けんの忘れた。あったかいだと思ったんだけど。ピヨピヨピヨ、あ、戻ってきた。ピヨピヨ、ほら、2個、ほら、2つになった。カムバックバードですね、これは。カムバックバードツイン。そう、いつの間にやらね、配信で頭に鳥をつけるようになりましたけれども、ツインカムバックバード。11月の3日の、はい、私たちのアルバム発売記念ライブでは、この、はい、鳥はつけるんですか？鳥は、物販に、物販で留守番してもらおうか。あ、物販担当？スタッフ？うん、物販担当でいいね。スタッフね、いいね、いいね。ちゃんとさ、お金のやり取りとかできるのかしら、この子たち。この子たちは、お金のやり取りはできないね。じゃあもう、あれじゃあもう、ご自由にお取りください状態になっちゃうね。そう、もしかしたらこの鳥たちがご自由に持っていかれてしまうかもしれない。やばい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 。メンバーだから、これ、メンバー。おかっぱみきとメガネズのメンバーだからね、これ。いやー、大事に。で、のぞみさんもね、久しぶりの生配信見てますって言ってくれてます。ありがとうございます。ねえ、嬉しいね。今日なんか久しぶりの人多くない？はい、ねえ、ちょっと嬉しい。ありがとうございます。市川さん、みゆきちゃん頭に鳥2つだって。シェードくんないじゃんって突っ込まれてるよ。ほら、あった方がいいよって。今つけました。ね、あった方がやっぱいいのかな、うん。そう、山田さんで、ね、ぜひ11月3日神田で、東京神田でライブしますので、ぜひいらしてください。待ちしてます。待ちしてま す、ね、てます。今作りたてで、今月末に完成する予定のアルバムも持っていきますので、はい、ぜひねチェックしてみてください。よろしくお願いします。で、井上奥さん、今日も見てくれてありがとうございます。コメントもありがとうね。で、こういう感じでコメント欄にね、いろいろ書いていただくと、おかっぱみきとメガネズがお答えしますので、はい、はあ、お答え、拾える分は拾っていきます、うん。なのでぜひね、コメント欄で絡んでくださいね。よろしくお願いします。さあ、シェル君、はい、そろそろじゃあカバーソング1回。そうですね、これを2つつけるのは難しい。いいよ、それでもそれでもってねえ、新しい鳥かわいいねって、ようこさんがありがとうございます。さあ、秋ソング特集ということで、はい、秋の曲をね、ちょっと選んでみたんですけども、ヒル君で曲紹介をしてもらって曲に入ってください。お願いします、はい。今回の曲は、お、茜色の約束です。なんで溜めたの今。あのね、うん、いいっすか、じゃあ言って。なになに、ここに、うん、いつもその曲を演奏するとき、コード進行のメモをね、置いてるんです。はいはい。で、
説明が始まった。このタイトルをね、いつも書いてるんですけど、ケイド君の字で、はい、か全部カタカナで書いてるんですよ今日、うん、茜色の約束って。これが一瞬自分で読めなかった、うん、自分の字が読めなかったのっていうね、うん、そっか。じゃあもう一回ちょっと気を取り直してお願いします。茜色の約束です、聞いてください。さあ、収録に曲紹介してくれました生き物がかりの茜色の約束をおかっぱけんとメガネズバージョンでお届けしたいと思います、曲のね、感想とかね、歌が良かったよとかね、そういう感想もコメント欄に書いていただけると、とってもテンションが上がりますので、ぜひコメント欄に自由に書いてくださいね。よろしくお願いします。茜色した日だまりの中、無口な風が
も割と歌いやすいのかも。本当に。うん、歌いやすい、とってもね。桜ひらひらって前やったじゃん。舞い降りて落ちて、あれも結構ね、私的には歌いやすくて、そう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 。あとなんか犬のばっかりの曲、帰りたくなったよとかもね、結構歌いやすいし、あとなんだっけ、ゆっくりとゆっくりとね、結構いろいろありますけど、歌いやすい。なんかどうなんですかね、あのテンポもそんなに速くないしさ。あ、そうだね。そう、なんていうんだろう、すごいべらぼうに難しくないじゃん。だからいいのかもしれない、わかりやすいし、聴く人もね。ヒットソングの秘密はそこにあるかもしれない。顔、顔、確かにね、うん、なんかこういいなって思うポイントが結構あったりする。そうだ ね、 ね、この曲で言うとさ、サビのところの、あなたに出会えた赤目の空にって結構フックになってるんだよね、うんうんうん、で結構サビの前半で、涙も笑顔も繋いだこの手はって結構割と普通っていうかさ、うんうん、王道っていうかね、フレーズがあって、後半であなたに出会えたって来るのがまたグッと来るんだろうね、きっとね、うん、私結構さ、癖的にさ、一番初めにグッと来るところを持ってきたいわけよ。そう、今流れてるこの曲さ、はい、あのサビがさ、今日も鮮やかな装飾でなんだけど、もう今日もってさ、1オクターブ飛んでるわけでしょ、うん、そこでもうガサーってもうサビの頭でガサーってしたいタイプ、うん、美味しいところを持っていきたいタイプ、うん、なんだけど、これはちょっとまた逆で、後半であなたに出会えたってそこに持ってくるんだと思って、それがまたいいなと気づかされたメロディーでした、はい、長い、うん、熱く語っちゃった。シェル君は、はい、そういう、私はほら、曲の歌のメロディー作るでしょ、はい、シェル君はさ、編曲アレンジでさ、はい、ね、いろいろ音を重ねていくわけじゃん、はい、でメインのさ、例えば感想の、はい、この曲だったらさ、ピンピティンティンティンって入ってるじゃん、うん、まあね、そういうさ、まあ、この曲じゃなくてもね、はい、なんか 気をつけてるこういうこだわりポイントみたいなのあるの？曲にもよるんですけど、ででででででで、ね、これ結構キーになってますね、うん、例えば最近編曲を担当した曲で多いのは、うん、サビのメロディーから、はいはい、間奏に入って2番に行くじゃん。そうだね、でそこの間奏の部分って大体イントロと同じことが多いんですけど、うんうんうん、結構そのサビの、はいはい、一番最初の1音目、うんの音と同じ音で、うん、その感想のフレーズを始めるっていうのはちょっとあるかも。あー、なるほどね。で、うん、そのメロディーっていうのはさ、うん、まあ主役じゃないですか、歌のメロディー。歌のメロディーって、うん、その曲の中の主役でしょ。そうだね、歌詞とメロディーって2大事なポイントじゃないですか。2大重要ポイント。2大重要ポイントです、うん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 、で、そのポイントを生かす脇役として、うん、その感想のフレーズとかがあると思うので、うん、そうだね。そのね、サビのフレーズを生かしつつ、うん、っていうところを考えると、うんうん、例えば始まりの音が一緒とか、うん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 、フレーズは違うけどふわりが一緒とか、ふわりっていうのはおたまじゃくしで書いた時のリズムが一緒とか、うん、そこをちょっと崩してるっていうのは結構やっぱよくやるかな。うーん、なるほどね。私がさ、あのそういう感想のリフっていうか、はい、そのキーとなるメロディーを考えるときは、はい、楽器でね、サビのメロディーとか、あと、うん、まあ、曲を通して一番美味しい部分をピックアップして、それをちょっといじるって感じ。あ、それもあるね。それめっちゃいいと思うんだよね。それもやるし、まあ、メロディーそのまんま使う時もあるし、うん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 、全く違うフレーズでいく時もあるし、なんて言うんだろう、あのさ、あのサビがさ、同じメロディーとかさ、あ、そうだ、ね、言うのはさ、なんて言うんだろうね、ちょっと若干疑似デジャブを起こさせるっていうか、あ、まあ、前にもこのメロディー聞いたっていう感じの、はっていう感じを起こさせるっていうね、意味があるんだよね。あります。あとは、
アルバムに収録する曲の中で、はいはい、この曲のイントロは結構何パターンも考えたなってやつがあるんだけど、あるね、シェイド君頑張ってた。その曲の、まあアルバム発売してないからまだ、あれですけど、お楽しみに、11月3日発売ですとかは、そのイントロのコード進行のギターのフレーズの中で、もうやっぱ一番美味しいなって思う音がある、うん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 、あるんですよ。ギターで弾いてるコードの中で、うんうんうん、その音を拾ってつなげてったりとかしたし、なるほどね、まあ、いろんなパターンを考えますけど、手を変え品を変えですね、うん、ねえ、まあ全てはさ、その歌詞とメロディーをより魅力的に聞かせるかっていうことが、ね、大前提だよね。でよくさ、高校生大学生バンド、はい、あるあるですけど、うん、なんて言うんだろう、まあ、CD にしたりとかね、音源もそうですけど、あとライブもそうなんですけど、はい、ボーカル全く聞こえない現象あるじゃないですか。あるね。ギターの人がボリューム上げすぎたりとか、もうドラムがバンバンバン叩きすぎて、ボーカル何歌ってるかわからない現象ね。基本的にドラムって音が大きいからね、うん、またそうだね、もう楽器として大きい音が出る、拾わなくてもマイクで大きいからね、音もでかいからね、そうそうそうで結構さ、その辺さ、なんていう、年齢を重ねていくとさ、あ、ボーカルを聞かせなきゃいけないんだって分かってくるじゃん。そうね、バンドマン気づき始めるんだよね。そうで、そうなってくるとちょっと調整し始めるんだけどさ、うん、そう、若者でそれ気づいてたら結構ね、最初からズカンっていきそうだけどね。まあ、気づいてる人もいるんじゃない？そう、まあその若いうちから成功するミュージシャンもいる。そうだね、でボーカルは常に、あ、うるせえなと思ってるわけよ、うるさこいつらと思ってるわけですよ。もう自分の声聞こえないじゃんってずっと思ってる人が多分世の中で、多分ね、バンドマンのね、4分の3くらいのバンドのね、あのボーカリストを持ってると思う、ボーカルは。そう、まああれですよ、うん、あの、なんつうの、思いやり的な、あ、そう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 、思いやり的なサムシングですよ。そう、あの友達付き合いもね、あと職場内の人間関係も恋愛もそうですけど、自分が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 っていうとモテないわけですよ、友達も減るし。そういうことだね。ただまあ、そのドラマじゃないけど俺は、うんうん、でもそのでかい音を出すっていうことよりも、はいはい、その、なんだろう、楽器のポテンシャルを発揮するために、はい、最低限出さなきゃいけない、音を出さなきゃいけない場合もあると思う。ただ、最近は、その、うん、もちろん高価なものかもしれないけど、うん、ドラムの前にさ、透明のアクリルの板を置いて、そのボーカルの人に音が全部飛んでいかないようにするっていう風にしてるスタジオとかもあるって聞いたことが噂であるし、うん、よくさ、プロのミュージシャンでライブとかでね、やってる人もいるし、いるしね、テレビでたまに見かけるよね、うん、あの柄、あのアクリル板何なんだろうって思ってる人はそういうことですね、あるから、うんうん、全部が全部そのでかいのはダメっていうわけではないと思うんだけど、うん、そうだね、ただその歌を殺す、歌がある以上歌を殺すのは良くないと思います、うん、あとボーカルの人もさ、多分そうやってね、モヤモヤしてると思うけど、お客さんもね、多分相当モヤモヤしてるんだと思うので、チケット代払ってね、聞きに来てるのにドラムの音しか聞こえなかって、それで帰っていくってなんちゅう切ないことなんでしょうって思うわけですよ。まあ難しいですね、客観的になるべくその音を聞いたりとか、あの人の気持ちを考えたりとかするようにしましょうという話でした。この話はね、うん、多分今これ以上し始めると、うん、すごいどんどん長くなっていって、そうだね、3時間ぐらいかかるねこれね。うん、あとね、あのボーカルがよく思ってるのはギターソロ暇。あギターソロ何したらいいかわからないんですよ。ギターソロは、うん、よくあるのはさ、演奏してる周りだよね、うんうん、こうやって一緒にだって弾いてる真似する人いるじゃん。ああ、あとさ、この弾いてる人の背中を押せよビジュアル系とかね、いるよね。うん、でもそういうキャラじゃないじゃん。何したらいいんだろうね。あの友達に相談してみたんですよ、はい、そしたら目をつぶって立ってるってさ。うん、それはね、一つありだと思う。そう、そしたらね、なんかパフォーマンスもね、なんか何曲に浸ってるんだろうなって勝手にお客さんが思ってくれるって言ってさ、うん、
これね、お客さんがいっぱいいるさ、例えばワンマンライブで会場がパンパンにいっぱい人が入ってるとかだったら、ギターソロもさ、別にみんなにこう手振ったりとかできるけど、お客さんスカスカとかだとね、あー、切ないね。それはまあ、オーディエンスのパワーはね、やっぱありますけれども、そう。で、ランちゃんがね、ギターソロ暇なときこ、はい、ギターソロで暇なときこそ、天才ポーズじゃないのって。あー。これね、急に、でもギターソロ、ギターの人目立たなくなっちゃうね、そしたらね。いっか、もう一回、もう一回、おかっぱみゆきとメガネさんもね、おかっぱみゆき中心だもんね、だってね。一回一回、採用、採用。じゃ、今度の11月3日、天才ポーズするから。ギターソロで。ギターがいないじゃん。あ、いないそうだった、11月3日ギタリストいないんでした、ね、ギタリストいない問題ちょっとね、解消に向けて動いていきたいところです。あ、ギタリストは入れたいんですか。僕ですか。バックバンドに。僕はギタリストもいたらいいなって思う時もあります。うん、厚みは出るよね、音にね。うん、そのピアノでサポートしてくれてるその新一くんって方がいらっしゃるんですが、うん、彼にそのね、コードの伴奏全般をこう丸投げしてしまうっていうのが、ああ、そうだね、結構ウェイトがね、ピアノの彼にかかってるよね。そうだね、そうかそうか、ね、まあでもね、それはそれで私ね、ピアノの音も好きだから、もちろんギターも好きだけどさ、そういうもんだと思って楽しめばいいんじゃない今回は。まあね、そのピアノ、ベース、ドラムっていう編成はとても素敵だと思います。うんうんうん、じゃギタリスト募集していくじゃん。ちょっと友達の友達の友達とかね、うん、難しいんだよね、メンバー探すのってね。ギタリスト特にね、ギター弾いてる人って多いけど、いろいろちょっと考えてみたいと思います。はい、結構結構いろいろあるからね。うん、あんまりこれ以上言わないでおく長くなるからさ、3時間かかっちゃうからね。ということで11月3日に、はい、今ちょっとちらっと話も出ましたけれども、はい、我々のアルバム発売記念ライブを東京神田のリリアンというライブハウスで行います。このライブハウス、ジャズのライブハウスなので、はい、グランドピアノがあるんですよ、はい、でさっきね、話にも出てきたピアニストがね、結構かっこよくアレンジしてくれてますので、うん、ぜひね、生で聴いてほしい、生の音を体感してほしいと思います。でチケットのね、販売も始まっております。はい、うん、でチケット買ってくれたらですね、3大特典がついてきます。はい、まず1つおまけがついてきます。その人によって違うんですけど、私が考えたその人向けのおまけがついてきます。で2つ目は私からの直筆ラブレターも入ってます。おで3つ目がすごいよ、おまだ発売していない発売前のアルバムから新曲を5曲聴ける、動画の URL を送ります。おー、そう、すごーい。そう、アルバムじゃチケット予約した人しか聴けないっていうね、そういう動画がありますので、うん、ぜひね、はい、この機会に後で URL 貼っときますので、ぜひチケット予約前売り券、ぜひよろしくお願いします。お願いしますそして同時に、アルバムの予約も、発売前ですけど予約も受け止まっております。で9月30日までにアルバムを予約した人だけにですね、はい、これは見てくれてる篠原ランちゃんが考えてくれた特典、はい、スペシャルサンクスの欄にお名前が載ります。うんうん、9月30日までに予約してくれた人限定です。お願いします。そう、なのでアルバムね、買おうと思ってるんだよっていう人はぜひ9月30日までに買ってください。うん、ね、これも URL 貼っときますのでよろしくお願いします。オッケー、ね、チケット今日どうしたの、どこにあるの。チケットは、うん、あります、ちょっと持ってきます。オッケー、よろしく。そう、あの11月3日のチケットはただのチケットじゃないんです。はい、うん、さあチケットってね、ほら、あの入り口でちぎられて、でもう入場したらポイってしちゃう人多いでしょ。うん、ね、あの入場しちゃったらその紙自体がね、ちょっとゴミになっちゃったりするんですけど、今回我々は少し考えてこんなチケットにしてみました。じゃん、こちらです。どーん、そう、ちょっとねパッと見ねわからないと思うんですけど、シールになってます。そう、裏ね、こんな感じで、はい、こうシール剥がしてもらってどっかに貼ることができます。そう、なので、ライブが終わった後もステッカーとしてどっかに貼って思い入れとしてね、残すことができます。
手帳のね11月3日のページに貼るもよし、シェル君みたいにキッチンの冷蔵庫に貼るもよし、うん、ね、ぜひ自由にこのねチケット終わったライブ終わったとも楽しんでいただけるように考えて作りました。お願いします、ね、これがね通常のチケットと値段は一緒ですので、うん、ぜひチェックしてみてください。でチラシもね、チケット予約してくれた方には送っています。これもね私がデザインさせていただきまして、詳細がいろいろ書いてあります、はい、で今回ね大阪からバンドが一組来てくれます、うん、そうミスティブルーっていうねちょっとねあの お姉様方のお姉様お兄様方の、はい、バンドでございます。大阪から一バンド、ねはい、であとゲストにポップチェリスト、この番組のゲストにも出てくれたことのある滝田めぐみさんがチェロとして、参加してくれます、はい、我々の新曲をね弾いてくれます、はいね、豪華になりますので、ぜひ会場でそのね素敵な演奏を聴いていただければなと思います。よろしくお願いします。あれこっちだ、よろしくお願いします。さあということで、はい、あっという間に30分過ぎちゃったね、シェル君、うん、ね、今日もありがとうございました。ね、皆さん子供、あ、皆さんコメントをたくさんね書いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。すごい、あ、岩崎さん息子さんがベースやってるんだって。お、ね、ベーシストシェル君と同じだ。可愛いですね。そう、シェード君今ギター弾いてますけど本当はベーシストです。で11月3日のライブでもベース弾きますので、はい、ぜひ聴きに来てください。はい、お様と一緒に。で、ギタリスト募集の件に関して市川さん、ギターはできないけど弓道なら、弓道弓だ、弓道ならできるって。ギター、弓道のメンバーどうですか。弓道はメンバーとして、バンドメンバーとして挑戦して見るかもしれないけど、予定が今のところありません。難しいよね、難しいよね。なんか弓道バン、弓道弓を射るバンドメンバーがいるっていうバンドは今まで見たことないので、ね、話題性はいいかもしれないですけどね。確かに。うん、じゃあむしろその弓でギターの弦を弾くとか。怖い。だ弾くときめっちゃ打たなきゃいけないみたいな。それちょっと面白いかもしれないね。それからその弓を置いてそのどんどんね的に当たっていくわけでしょ、はい、穴が開いていくでしょ。ライブ終わる頃にその的が絵が描かれていくから、穴開いて、それ面白いかもしれない。確かに面白い、うん、そういう感じでコラボができるかもしれないね、うん、市川さん、じゃあそういう絵描けるように頑張っといてください。お願いします。そして曲のリクエスト来ました、山田さんから。山田さんじゃ竹内まりやさんのセプテンバーとか、すみれセプテンバーラブ一風堂さんのね、うん、とか太田裕美さんの9月の雨とか、うん、だってちょっと後で確認してみますね。はい、ね、セプテンバーとすみれセプテンバーラブやったね去年ね。セプテンバーてててセプテンバーはやったね、うん、そう、あとすみれもやったね。ずらかぶった思い出。そう、シェル君がねかつらかぶったんですよ。すみれセプテンバーラブは2回くらいやってるはずね。ちょっとね、太田裕美さん調べてみますね。リクエストありがとうございます、はい、さあそんな感じで、いよいよエンディングテーマのお時間となりました。今日も30分間見てくれてどうもありがとうございました。さあ、せいとくん、曲紹介お願いします。はい、それでは最後に聴いてください。唇にやった声をブルブルな時の合言葉、
したよって。ああ、唇に歌声が流れてたんだって。ギャラリーで。ああ、嬉しい、誰か流してくれたんだ。嬉しいニュースありがとうね、マリコさん。センキュー。今日泣いたこともいつか懐かしく思えるよ。なんだかへこんだ気分も心なく響いた言葉も、あなたと笑い飛ばせばいいさ。唇にいつも歌声を、作っちゃう。シェイド君ファンクラブね、ないね今んとこ。 Facebook がそんな役割をしてくれてますけども、ぜひね Facebook でたくさん絡んでください。え、次は金曜日夜9時半お会いしましょう。オカマミのミカですでした。ありがとうございます。また金曜日9時半にお会いしましょう。オカマミとメガですでした。最後にこの方の一言お願いします。どうぞ。ありがとうございます。あ、あれ止まんない止まんない。